アロマ、オレンジ、バニラ、スターアニス、シナモンなどスパイスの香りをまとったガナッシュ。いただきます。100回目の訪問ありがとう。こんばんは。えのちゃんともツーショット撮ったね。なんか他の先輩と撮ってんのに、きっと KMT は嬉しいのかなって思って、アンナとのツーショット撮らなくていいのって言うなんか言って、撮るかって言って撮った。緑白フリフリしてめっちゃ楽しかったです。ありがとう。何しボイシー、新しい髪型はゆなちゃんあんまり見る機会なかったけど可愛かった。ありがとう。なんかアバターの色が変わってる。昼夜ありがとうね。うちわも持ってきてくれてありがとう。思ったよりネギ多かったね。なんかさ、将来までコメントしてない KMT が。衣装は何で撮った？最初の赤制服と4期 T シャツだったと思うな。ねえ、今日さ、今日夜公演さ、ごめん、本当にごめんなんだけど、多分集中力がちょっと切れてて逆回りで回っちゃった。友達でいましょう。ダダ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 。寝てない、起きっぱ。ゆなちゃんの歌いでゆなちゃんの声はっきり聞こえる。ありがとう。声がでかいもんで、まあでかいんですよ。これは何味？これは、なんだろう、これなんだ、こんなオレン、オランチェリー、オランジュリーだった。オレンジからヘーゼルナッツがないし、こっちにしよう。フルーティー、フルーティーな香り。甘い系だ。ミモザはこないだ食べた。お仕事で今帰宅だったので、後で DMM にて確認させて。ありがとう。う、あれかな、映ってるかな、そこの部分。
あ、今日ごめん、あのテロップ出たら終わりにします。ごめんね、ちょっと明日の準備とか明日のことが心配なので、まだ寝れない、全然寝れない、どうしよう。心配だよ。うん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 、そう、なんかさ走り切ったとかって言ってるけどさ、全然まだまだです。そうです、早くはないんだけど、出勤自体は。でも全然たくさんリハしようっていう感じ。ラーメンは10杯食べました。すごい、ありがとう。緊張で寝れない時とかある？あ、緊張で寝れない時、あーでもね、新しいポジションする前日はなんか不安になって、めっちゃ自主練したはずなのに不安になって、立ち位置確認したり動線確認したりする作業を夜中の3時ぐらいまでやっちゃう。なんか日野さんのポジションをやる前日は寝れなかった。ななみさんと似てた。ほんと？キャポ似てる、一緒。夢にまで見たり、たまにある。あの夢の中でも公演してる時あるよ。もしアナちゃんがありがとうありがとう、その話題したかったの。もうほんとさ、やばかったんよ。そう、アンナが起こしてくれなかった、私は昼公演に出てません。いや、なんかそんなギリギリじゃないよ。起きたのは多分皆さんが、なんていうの、学校行くとかと同じぐらいの時間に起きたけど、ギリギリってわけじゃなくて、一回パンっていなくなると意識が帰ってこれないのね。だって鳴ってたの、アラームっていうかタイマーで、多分無意識で止めて、またカンって行っちゃって、次起きたのがそのアンナが部屋に入ってきて物音を立てて、ユウナも多分頭のどこかの片隅にはやばいよとか、はい、明日は早起きなんだとか遅刻するとかそういうのがあったから、はっってなって、物音で。ってなって、アンナと目が合って、いいの起きなくてとかって言われて、ってなった。そう、アンナ全然なかったら私起きてないね。あんなヒヤヒヤすることない。一瞬で心臓が血流を送った、ドガーってなった。でもちゃんと間に合った。
人暮らしでそれやると遅刻ですね。そうだよね、やばいよね。でもさ、一人暮らしでそういう寝を二度寝しちゃったらさ、遅刻っていうのもわかるけど、一人暮らしってお風呂とか洗面台とか、例えばご飯食べるにした、しても誰にも気を使わないで自分の好きな時間に済ませられるじゃん。例えばちょっと今日明日家事無理かもってなったらさ、ちょっと2日後に後回ししようかなみたいなのとかあるわけじゃん。それないからさ、私あのもうアンナが例えば1時とかにお風呂入ってたとしても2時に私はお風呂入んなきゃいけないし、好きな時間に入るとかないし、食器洗うし、ワンちゃんの散歩行くし。だからどうなんだろうね、どっちが。あと一人って考えたらさ、めっちゃわーってなるかもね。一長一短だね。まあそうだよね、意外となんとかなる。やっぱ一人だとその意識の違いだから、私学生の頃全然起きれなかったんだけど、 NGT48 になってから、あの起きなきゃっていう、多分仕事だぞって意識で起きれるようになったの。今日は別として、意識ってだいぶね人を動かすから。まあね、風邪ひいた時とかインフルとかの時に家族が近くにいると、おかゆスポーツドリンク、学校遅刻しまくってたってこと？違う違う、ママに叩き起こされてた。まさかの受付に4回ともアナちゃん行ってディスティニーだった。それはディスティニーだね。でもユーナでしょ。なんかこの土日でゆあちゃんとうちの妹が前座4公演連続だったんだけど、私も4公演連続で、木本姉妹はここ土日フル稼働でした。ポキがナンバーワン、そうポキがナンバーワンでしょみんな。うん知ってるよ。ね、なんか今日意外とネギ畑あって、あっテロップ出た。ちょっと待って待って待って、明日のラーメン部のイベント来てくれる人、物好きだねみんな。おーい、エビ
ぎて。来て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 。仕事休んで、嬉しい。来てほしい。というかさ、あれだよね。いっぱい食べてくれたんだからね、来たかったよね。お仕事なければ。そう、明日ね、ラーメン部のイベントなんです。はあ。当日券でありがとう。明日来てくれる方、いい席になりますように。楽しみにしててほしい。今日さ、お昼公演後にさ、先輩方と配信一緒にできたの嬉しかった。ずっとなんか公演終わった後のさ、みんなで公演出てたメンバーで配信するみたいの、いやもうやりたいって思ってたから嬉しかった。優しかったですし、皆さん先輩方、歌もあるんですよね。うん、お楽しみに。パキちゃん、両席がめっちゃね、聞くよ。今日聞いたのかな、聞いてたじゃん、夜公演ね。赤いとこいたよね。赤じゃないか4列目か、あれ3か。まあまあ、明日も楽しんでいきましょう皆さん。では壇上読みます。やることあるから、私仕事仕事20年後は、私は40なんですけど、占い師さんに結婚するって言われてるから40歳で結婚13位かおるこさん、ありがとうございます。12位突破球さん、ありがとうございます。11位ひろいちさん、ありがとうございます。10位ひよりげたさん、ありがとうございます。9位かじぽんさん、ありがとうございます。8位きっともえラインさん、さんサンデー、ありがとうございます。7位とんかつさん、ありがとうございます。6位片山さん、ありがとうございます。5位あきふみさん、ありがとうございます。4位ビールバラさん、ありがとうございます。3位日焼けさん、ありがとうございます。2位とまおさん、ありがとうございます。1位たかたんさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。それではまた明日。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。バイバイ、おやすみ。